む。このままじゃ凍えちゃう。ソウルが戻った。行こう。いい知らせがあるといいけど。壮観だね。いつまでも見てたい。でも待たせちゃ悪いか。燃料は満タン。エンジンオイルも確認したし、装備も積んだ。いつでも行けるぞ。他の荷物は？準備はできてるよ。こんなハイリスクな襲撃の経験者は少ないはずなんだけど、きっとミッチが葉っぱをかけたんだろうね。どうやら大した情報は集められなかったらしい。見えてくる装備や規模も分からずしまいだ。この空気重いな。ついに現実味を帯びてきたんだ。偵察を終えてきたんだが、こいつを見てみな。少しは寝たのか。年を取るほど寝なくてよくなる。それにどうせ一睡もできなかっただろうよ。睡眠より情報の方が役に立つ。見てみな。分かった。作戦はこうだ。目標は2つ。1つ目は荒坂タワーに侵入し、 B を神輿に到達させる。2つ目は混乱に乗じて奪えるだけの機材を奪う。うまくいけばクランの財政難を解決できる。神輿に到達するにはタワーの地下を掘り進むしかない。まずはリニアトンネルの建設現場を襲撃し、ナイトコープのサークを奪取する。偵察にやったドローンから現場の脆弱なポイントをいくつか見つけることができた。谷は現場まで続いてる。警備は比較的薄いはずだ。とはいえちんたらしてる暇はない。時間との勝負だ。増援を呼ばれる前に片付けたい。もし呼ばれたら。ボブのジャマーの出番だ。通信アンテナに近づけるだけで妨害電波を送信できる。気休め程度でしょ。長くは持たない。少なくとも時間は稼げる。ドローン配備や早期探知システムに関する情報は？そこまではないと思うが、ナイトコープは警備にミリテクを雇ってる。油断は禁物だ。いずれにせよ我々にもドローンがある。何かあればテディが知らせる手はずだ。建設現場は囲われているが、パンツァーでゲートを破れるのか。当たり前でしょ。問題なさそうだな。あとは中に入ったらサークを起動するんだ。ミッチたちの出番だね。ドリルを起動したら、あとはタワーの地下へ向かってまっしぐらだ。そこから先はお前とパナムと俺の3人で神輿への道を探す。トンネルを掘ってる間に邪魔が入る可能性は？計画通りに進めば俺たちの存在すらバレないはずだ。あとは自由に見てくれていい。時間はまだある。もう大丈夫だ。よし、いよいよだな。 B、 準備はいいか？帰りはどうするんだ？行きと同じルートを使う。任せておけ。私たちは神輿に集中すればいい。で、準備はいいのか？ああ、もちろんだ。みんな覚悟はいい？じゃあエンジンをかけて。直ちに引き返せ。繰り返す。直ちに引き返せ。
run! ちょっとやばいかも。いつシステムが落ちてもおかしくない。もちろんできる限りのことはやってみるけど、万が一の時は覚悟しといて。大丈夫だ、きっとなんとかなる。橋を横断する。まずは道路の上一部を解除しないと。失敗は許されない。逃げるわけにはいかない。絶対にやるしかない。並走システム、ランチャーにまで不具合が。ドミノ倒しかっての。なんとかして直せないか。やってみる。というかやんなきゃ、ポンコツがガラクタになっちゃう。外に出てみんなを援護して。援護するから、とにかく急いでくれ。制御室があるはずだ。そこからサークに接続できる。後悔することになるぞ。背景を崩すな。身動きできない。端末がある。
ジャックにするぞ。セキュリティプロトコルは B、 相手は巨大ドリルよ。宇宙ステーションじゃあるまいし。キャロルにとっちゃこんなもん兵でもないさ。よし、サークを起動して荒坂タワーまで一気に掘り進める。少し時間をくれ。ウィ、俺たちの援護は任せたぞ。敵が来たぞ。それも大勢だ。くそ、ミリタクもしつこい。ウィ、集中して。くそ、ドリルが自動操縦になってるみたい。切り替えるには耳元でささやくのよ。ミッチ、自動操縦を切って手動でオーバーライドして。了解。じゃあ進ぞ。発進に備えて。気をつけろ、敵から来る。ミッチ、状況は 11%。 もっと急いで。これで精一杯よ。時間を稼ぐから頼んだぞ。ビーチたちの援護とゲートのことは任せておけ。あのミリテクの部隊、仲間たちのところに行かせるわけにはいかない。やるしかない。ゲートは深く埋め込まれてる。 FKB も厳重だ。突破口を探ってるから、もう少し時間がかかる。こっちも遊んでるわけじゃない。敵
できるだけ時間を稼ぐから。ビー、まずい。右テクがまた戦車部隊を送り込んできた。よし、直撃。ちょっと思ってたよりすごい爆発だったけど、ミッチ大丈夫なの？ああ、ちょっとやりすぎたか。はい、よし、やった。やったはもう瓦礫の山だ。ざまみろ。ソウル、ミッチ、今から戻る。よくやった。なんかこっちで問題発生だ。どうしたんだ？ドリルのシステムが締め出された。ハードにセットしてもダメ。これじゃお手上げよ。こうなったらサークに乗り込んで直接操作するしか選択肢がない。じゃあまだ手はあるね。やるな。お前らならパンツァーボーイズでも活躍できたと思うぞ。いい、おかげで助かった。さて作戦続行だ。飛ばしてやるとするか。まだ分かれよう。そうだね。キャロルとキャシリーはここを死守して。分かった。ミッチは私たちと一緒に。イエスマン。時間がない、行こう。自動操縦に切り替えて接続を解除する。ああ。大丈夫？なんか様子が変だけど。失った。俺のせいだ。ボブもテディも危険は承知だった。みんなそうだ。私もね。こうなると分かってれば。それでもやってた。ファミリーのためならね。みこしだけど外部の協力者が一人いるってソウルから聞いた。ああ、オルトだ。何者なの？そうだな、簡単に言えばジョニーの元カノなんだ。冗談でしょ？本当だ。でもネットに関してボルトの右に出る者はいない。彼女がミコシへのチケットなんだ。ジョニーにオルト、世界は狭いというか。信用してるの？ああ、信用してる。何か心配してることがあるのか？私はあんたを信じるだけ。そのあんたが信じるならオルトってのも信じるよ。きっとうまくいく。ここまで来て失敗なんてありえない。ここだね。アラサカタワーはまだ遠いのか？もう着いたも同然みたいなもんだよ。仕事にかかろう。計画通りに行く方が珍しいんだ。中で何があるかも。どうしたの？キャロルたちだ。ミリテクに囲まれ孤立状態。このままじゃ持たない。嘘でしょ？だから俺がパンツァーで助けに行く。バカじゃないの？行かせないよ。一人でパンツァーなんて操縦したら脳みそが丸焦げになる。他に方法があんのか？ファミリーなんだぞ、パナム。見捨ててたまるか。ソウル、行かせる気？ピー、誰か何とか言ってやってよ。ミッチの言う通りだ。こっちは3人で十分。キャロルたちを助けに行くべきだ。本当にいいんだな？ソウル、こんなの無謀にも程がある。決まれよ、パナム。殺されちゃうよ。心配すんな。キャロル、今そっちに向かう。待ってろ。ソウル、帰ったらいっぱい付き合えよな。このままじゃ、みんなの犠牲を無駄にはできない。お前らはドリルの問題を突き止めろ。動き出したら俺が後ろを守る。ビー、行こう。ミッチ。ああ、今んとこ無事だぜ。お願い、無理はしないで。大丈夫だ、俺を信じろ。お前も気をつけろよ。無事神輿にたどり着いてくれ。じゃあ一応やるか。通信終了。お願いだから死なないで。ジャックインして。ドリルがコンクリに達したとき、エンジンがオーバーヒートしたんだ。バイパスすれば緊急停止をオーバーライドできるはず。必要なら私のパーソナルリンクを使う。こっちか、こっちか。行くぞ。
ってるんだ。パナム、返事しろ。お前嘘だろ。ここだよ、あざができたけど、どうってことね。パナム、死んだのかと思ったぞ。平気だよ、ビー。何も問題ない。ソウル、トンネルはひとまず安全だ。ミッチから連絡は？まだ何も。やっぱり通信トラブルかもしれない。うん、かもね。行くぞ、仕事が残ってる。荒坂社爆破事件でできたクレーターの真下にいるんだな。ってことは、ここは放射能で汚染されてる可能性があるんじゃない？かもな。最悪。調べよう。そこに何かあるぞ。まずは警備を何とかしないと。どうも嫌な予感がする。 B、 見張りを始末して。深刻な事態だと思う。できれば静かにね。多分少なくとも夜まではこのままだろう。ゆっくり。ここは気づかれたくない。こんな感じなのかよ。いや、こんなの滅多にない。だから嫌な予感がするのよ。全員やったみたいね。素早く、静かに。一個分隊がいる。コンボイの警備かも。思ってたより面倒くさいことになってるな。限界態勢だ。地下を掘った時の振動がシステムに感知されたんだろう。ということは通路もすぐ封鎖される。ここにいたら袋のネズミだぞ。俺たちはどこにいるんだ？設備管理フロアだ。ロックダウンを解除しないと出れないぞ。みこしの場所はまだ遠いのか？いや、研究フロアは次のセクターにある。まずはそこだ。アクセスポイントはまずそれを見つけないと。待ってくれ、今調べる。あった、そう遠くない。そこから接続できそうだ。分かった。オルトのチップをさせるポートもあるといいんだが。最短ルートを送る。だがロックダウンの解除が先決だ。とにかく静かに。存在がバレたらまずいことになる。ロックダウンが解除されるまでこの先にいる。そこを動かないでください。
れた。やった、うまくいった。これでいけるのか、みこしに。道が開かれた。二人ともまだ生きてるか。今のとこね。いけるか。いつでも。ソウル。ああ、俺も感じる。何かがおかしい。この静けさ。二人とも寒気がしない。何かが起きたんだ。時期に分かる。みこしはすぐそこだ。逃げられそうになったから。コードブラックだ。これがオルトのやり方だ。援護する。いよいよ待望の巫女とご対面だね。ついにここまで来たな。安心しろ、最後まで付き合うぞ、B。アルデカルドスの言葉に嘘はない。もういい加減着く頃だよね。あと一部屋だ。コアはその先にある。ひと踏ん張れた。ソウル！アルデカルド！さあ、面白い。ちょっと待ってて。シルバーハンドを殺すと誓ったやつだな。
あんたが殺した男は立派なやつだった。無謀だと分かってたはずだ。自分で望んだわけでもないのに、ここまで来て命を捧げたんだ。仲間のため、ファミリーのために。お前には分からないさ。喧嘩ばっかだったけど、寂しくなるよ、ソウル。分からず屋で、家族のためなら自らの身も顧みない。最後まであんたらしかった。接続して入り込んだら、向こう側で私を探せ。どこまでも続いている。まるであの問いにつなげようと延々続く退屈な議論のように。何のつもりと聞かないで、とにかく行けばわかるさ。やった、ジョニー、なんとかうまくいった。しっかりと作戦を立て、見事やってのけた。すげえよ。大したもんだ。え、今なんて？もう一回言ってくれ。耳クソが溜まってんのか？調子乗んな。
ずっと見てたのか俺のことを。遮断薬に手こずったが見てはいたさ。俺をここへ送るために大勢が死んだ。ソウルは残念だったな。俺が昔スマッシャーをやれてりゃこんなことには。ここがあの悪名高い魂の牢獄なのか。俺の記憶とは違うが、あの頃はオルトが仕切ってなかったからな。で、ソウルキラーの犠牲者たちはどこだ。さあな、俺たちにはオルトの見せたいものしか見えない。ねえ、いつ始めるんだ。まだ気づいちゃいないようだな。は？何のことだ。俺たちはすでに分離されてる。神輿に接続した時点でオルトがソウルキラーを起動したのさ。お前の彼女は仕事が早いな。彼女ではない。残念だな。ジョニーにはあんたみたいな人がお似合いなのに。アラサカ監獄の同じコンストラクト仲間だってのに厳しいお言葉だな。え、待て、俺がコンストラクト仲間。ああ、俺と同じだ。まだ冗談が言えるか。待て、一体俺に何が起こったんだ。きちんと説明してくれ。ソウルキラーを使ってお前たちの精神を分離し、それによって D のコンストラクトが生成された。痛みを感じなかったのはこちらで麻酔プロトコルを追加したからだ。ジョニーに侵食および上書きされた全ての箇所を取り除くことはできなかったが、 D の記憶痕跡は良好な状態と言える。じゃあこいつのコンストラクトを脳に戻せるんだな。今 D の脳は空のパーティションのようなものだ。二人はまだ神輿を破壊する気なのか。もちろん、当たり前だろう。閉じ込められてる他の魂はどうなる。解放して私が連れて行く。何が解放だ。奴らのコードを丸飲みして自分の一部にするんだろう。それでも神輿と一緒に消えるよりはマシだ。じゃあこれで終わったんだな。約束通りにしてくれた。一つだけ想定していなかったことがある。オルト、何のことだ。肉体そのものを計算に入れていなかった。レリックによる DNA の再構成がすでに進行しすぎている。さらに服用している薬剤だけでなく、肉体の免疫システムが自らのニューロンを攻撃して。説明はいいから結論を言え。コンストラクトをお前の体に移植すればお前はすぐに死に至る。これを防ぐことはできない。これが計画だったんだな。そうだろ、初めから俺を生かす気なんてなかったんだ。冗談でも笑えねえぞ。裏切り者のクズ野郎。俺は最初からはめられてたんだな。それに気づいてない俺をバカにしながらずっとほくそ笑んでたんだろ。今のは聞かなかったことにしてやる。オルト、ジョニーのコンストラクトは肉体に拒絶されるのか。いや、適合する。体はジョニーのものだ。もういい、オルト、 V と話をさせてくれ。信じられない。今までの努力は何もかも無駄だったのか。もうたくさんだ、何もかも。特にお前には。だったらちょうどいい。最初の計画通り俺はオルトと行く。行き先は知らんが、体はお前のもんだ。彼女はお前をどこへ連れて行く気だ。ブラックウォールの遥か先であいつの一部になる。意味はよくわかんねえ。ブラックウォールの向こう側はどんなところなんだ。誰にも邪魔されない場所さ。俺自身が行かれたりしない保証はどこにもない。コンストラクトとしてこのままいたらどうだ。他の方法が見つかるまで。それはつまり荒坂と取引してってことか。そんなのごめんだ。データの世界で実体のない影になるなんて、そんなの死んだ方がマシだ。肉体の束縛や現実世界の根源的な不安から解放されるのだ。全てのものの見方が変わる。違う、誰かと共にするより頭の割れるような二日酔い。
なら元の体で生きるがいい。残された6ヶ月ずっと命より大事なものなんていくらでもあると思ってた。その通りさ。違う、ブラックウォールの向こうのあの光は希望の光だ。天国か地獄かは分からない。記憶痕跡がコードを読んでるだけなのかもしれない。それでもあれは命を約束してる。人間を純粋なデータに置き換えることはできても、動物の本能、生存本能は宿り続ける。それを消し去ることはほぼ不可能だ。生存本能は人間の証だが、それに逆らえるのもまた人間だけだ。本当に他の方法はないのか。話した通りだ。お前が私と来れば、ジョニーは肉体を保持して生き続けられる。そうじゃなくて、みんな幸せになれる。ハッピーエンドはないのかよ。この街で俺たち見たいのに。そりゃ夢を見すぎだぜ、B。少なくとも選択する権利が手にできた。意志と努力の賜物だ。これはサイバー空間の深淵へと続く橋だ。ここを渡れば肉体とのつながりは永久に断たれる。あるいは肉体に戻りたければあの泉に入れ。オルト、俺はどうしたらいい？教えてくれ。私と共に来るべきだ。具体的に俺はどうなるんだ？あんたみたいになっちまうのか。私はネットランナーであるがゆえ、生き抜く術を理解していた。お前のケースはわからない。ブラックウォールの先は決して安全な場所ではない。だが死にゆく体にとらわれ枯れていくより、自由な魂として消滅する方がマシだ。よせ B、 そうならないために今までやってきたんだろう。お前がお前じゃなくなるんだぞ。お前が言っても同じだろう。コンストラクト経験は俺の方が長い。お前よりうまくやれるさ。前に言ったよな、体を譲るって。悪い、やっぱできない。謝るなって。こうなることはずっと前から分かってたろう。お前らしくもないことを言わないでくれ。ならお前もそのお涙頂戴の茶番をやめろよ。今友達と自分の魂の一部を消し去ろうとしてるんだぞ。それがどんな気持ちかお前には分からないだろうな。そうでもないぜ。分かるか B、 俺たちはずっと一緒だ。お前の意志に関係なくな。いい加減にしろ。少しは自分を守ろうとしたらどうだ。落ち着けって。お前に教わったんだ。時には諦めるのも大事だと。力を残して最後に一発ぶちかますためにな。炎上、そこらの小国の国家予算をはるかに超える大損害だ。ざまあ見ろ、アラサカ。地に膝をつく気分はどうだ。安心してくれ。町での暮らしは今日も相変わらず素敵に輝いてるぞ。当たり前だよな。俺たちは地理とクロームにまみれて生き、地理とクロームにまみれた死んだから。いいニュースと悪いニュースを伝えよう。いいニュースはみんな、
今となっては随分懐かしいな。あの頃はあんたを理解してなかった。どう思ってたんだ。私と似てるのかなって思ってた。何か大切なことを証明しようとしてるのかなって。ああその通りだ。だがこんな仲になるなんて思ってもみなかっただろう。確かにね。二人してナイトシティに散々しごかれた。もう関係のない話さ。アリゾナで日焼けでもしながら全部忘れるんだ。時間と余裕、今必要なのはそれだけだ。街を見なよ。きっと荒坂の連中は何が起きたのか分からずに混乱してるだろうね。気づいた時には私たちはとっくにいないけど。正直こうなるとは思ってなかった。みこしのこと？ああナイトシティね。ずっとあそこにいると思ってたの？数ヶ月前は町を離れるなんて死んでもありえないと思ってた。骨をうずめる覚悟だったのに。でもまだ生きてて。俺たちはこうして旅立とうとしてる。パナムがいたから決心できたんだ。ありがとう。やめてよ。ほら町にお別れを言っときな。もうこれで最後だから。何もかも早く忘れてしまいたい。あの町は手にすることのできないまやかしばかりを作り出す。ああ、全てを失う前にそう気づければまだラッキーな方さ。ならこうして脱出できた私たちはついてるかもね。そうだな。これからいろいろと取り戻していかないと。 B、 また鼻血が出てる。きっとなんとかなるさ。今はビクの薬が効いてるし、落ち着いたらパナムのツテを頼ってみるから。あいつらなら助けてくれる。絶体絶命の仲間を何人も救ってくれたんだ。ああ期待してる。それでこれからどうするんだ。バッチリ手配済みよ。仲間と合流して装備を整えたら出発だ。簡単にはいかないけど、ヘマしない限りほんの数時間で宗教を超えられるはず。出発しよう。オッケー。でもその前に、せっかくだし最後に街の姿をよく見といたら。嫌じゃなければだけど。私は車で待ってる。あばよナイトシティ。いい夢見るんだぞ。もううんざり。仲間はもう向こう側に渡って私たちを待ってる。みこしからのお土産は？あんなテックを持ってゲートに近づいたら問答無用で始末されるよ。荒坂は全ての検問所に人員を配備してる。でも私たちには別のルートがある。なんかすっげーデジャブ。どういうこと？ジャッキーやあの時の仕事を思い出した。結果パナムは知っての通りだ。ごめんね。違うんだ。別に責めてるわけじゃないさ。それに今回はあの時と同じようにはならない。絶対にな。
ナイトシティにも一ついいところがあった。なんだ？食べ物だよ。ヘイウッド7番街のタイ料理に不当のピエロギ。うん、冗談だろ。旅に出てしばらくしたらきっと身に染みてわかる。俺が恋しくなりそうなものは一緒に旅することになる。ちょっと急に歯が浮くようなこと言わないで。でも聞いただろ。ほら認めろよ。そうね、かなり聞いた。これからは私と一緒よ。頭の中のそれのことも二人で考えればいい。そうだな。チンタラしてんだ。ナイトシティから逃げ出す前にババアになっちまうぞ。余計なお世話だよ。やあミッチ。やあフィー、また一緒に走れて嬉しいよ。体は？あと1ヶ月もすりゃバッチリ全開だ。大丈夫だって言ったろ。タワー襲撃の直後はそんな強気じゃなかったくせに、みんな心配したんだから。ミッチのやつ何週間も寝たきりでさ、戦争でパンツァーを乗り回してシナプス鍛えてなかったら脳みそ丸焦げになってたよ。だがおかげでみんなが助かった。ソウルがいないのが残念。テディにボブ、スコーピオンも。みんながいたら無茶やったあんたをボコボコにして、それから吐きそうになるまでハグしただろうね。ああそうだな。パナム、こうして旅立てるのもミッチのおかげだ。成功させよう。一緒に旅をするのが楽しみだ。じゃあ後でな。車のエアコン越しでもオゾンの匂いがする。例の嵐が近づいてるんだな。ミッチ。いや、さっさとここを出発しようぜ。準備はどう？全部整ってる？あと少しで完了だ。じゃあ見つかったんだね。あの場所にあったの。今のところ計画通りってことか。うん、そういうこと。準備ができたら声をかけて、詳細を教えるから。リー、正直に言ってもいいか？どうぞ。じゃあまた。どうぞ。なんて顔してんだ。この雄大な自然のどこに不満がある？あんたに会うといつも褒められてばっかりだな。いつ会っても元気だが、それも雄大な自然と新鮮な空気のおかげか？空気は関係ない。ある信念を貫いてるだけだ。おかげで俺は夜になれば赤子のようにぐっすり眠り、朝が来ればすがすがしい気持ちで目覚められる。で、その信念は何なんだ？俺たちノーマッドは自ら選んだ相手と家族を作る。そうして選ぶことで固い絆が生まれるんだ。古いカシの木のように固く揺るぎない絆がな。この先どんな苦難が待ち受けようと、何が起ころうと、少なくともこの家族だけは決してお前を見捨てたりしない。わかるか？ああ、それが家族だろう。さあ早く支度をしろ。宗教を超えなきゃならない上に嵐が迫ってきてる。忙しい一日になるぞ。何か手伝えるか？大丈夫、準備は終わった。むしろあんたを待ってたところだよ。じゃあ改めて計画を確認させてくれ。前提として検問所は通らない。それはいいな。密輸用の古いトンネルを使う。場所は掴んでる。まさかそんな裏ルートを持ってるとはな。正しくは見つけた。大昔からあるトンネルでな。幸い崩落もしてない。古すぎて探すのには苦労したけど、
もはやあとは突き進むのみ。トンネルはいいとして、宗教付近は監視が厳しい。そもそもどうやってたどり着く？あらゆるテックが目白押しだろう。巡回ドローンやもっと手強い兵器もあるかも。大丈夫だよ、対策は考えてるし、キャロルとキャシディがコーポの連中を追い払ってくれる。誰かに気づかれる可能性はないのか？宗教警備隊はいずれ気づくだろうね。連中が動く頃には俺たちは遥か彼方さ。それに運よく例の嵐も来てる。痕跡は残らない。嵐だけでコーポの追跡を振り切れればいいけど。俺たちなんかに構ってる暇なんてないはずだ。ま、どう転んでも捕まりっこないがな。分かった。で、宗教を超えた後はどうするんだ？合流地点で仲間が待ってる。まずはそこまで行ってから全員で通奏に向かう。そこまで行けばこっちのものか。地の利はあるし、何よりアリゾナには昔の貸しがある奴らがいっぱいいるから。じゃあ心配は何もいらないってことだな。今日からは一人で全部背負わなくていいんだよ。仲間がいる。 B もきっとすぐ慣れる。あんたらには世話になりっぱなしだな。水臭い。旅は道連れ、世は情けよ。それにおかげで荒坂から空母が作れるくらいのテックをごっそり盗めたんだ。今じゃあ私たちもあんたに負けないほどの賞金首よ。よし、嵐が来る前にさっさと出発だ。本当に来るとはね。なんだ、がっかりしたか？それは今後次第ね。ジャックインして出発しよう。分かった。あんたの新しい門出だからね。ここは真のノーマッドらしく舵を取ってもらわないと。大きな穴を避けてまっすぐ進んで、みんなと離れすぎないでね。私はニトロ担当、ミッチが直結方式に改造したんだ。手動でタイミングを合わせないとこっちがコッパみじんになる。そんなの絶対ごめんだな。やっぱ、ふと思い出しちゃった。どうした？宗教の壁。子供の頃はあんなものができるなんて思ってもみなかった。でも北には違う世界があるって信じ込んでたんだ。明るい未来が待ってるって。続きはこうだろう。反対側に行ってみても何も変わらなかった。ナイトシティが答えだと、理想の世界が待ってると思ってたのに。そう。そして結末はこう。尻尾を巻いてすごすごと家に帰りましたとさ。くそ。違う、確かに帰るのは前と同じ場所かもしれないが、花子自身も変わっただろう。確かにそうかもね。あんたとふざけた仲間たちも一緒だし。準備はいい？いつでもどうぞ。じゃあ行くよ。フルスピードで突っ切って。ニトロ、いけるよ。
点火しろ。任せたぞ。じゃあ行くよ。これがお望みだったんでしょ。新たなスタートだ。パナム、このままどこまでもぶっ飛ばせ。砂漠での暮らしはどうだ。太陽の光と新鮮な空気を満喫してるか。定期的に点検してもらうのを忘れるなよ。絶縁体に土やホコリが入り込んだらシャレにならないからな。とはいえ、そっちでまともなメンテができる腕のいいリパを見つけるのは至難の業か。町に来ることがあれば俺んとこに来な。なんやかんやでお前さんはお得意さんだからな。多少は負けてやるよ。じゃあまたな、ミー。ちょっとミー、アルデカルドスと砂漠を走り回ってるって話本当なの？一体何を考えてるのよ。あなたは本当に危険が好きなのね。ナイトシティじゃ物足りなかったわけ？まったく呆れた子だよ。とにかく気をつけるのよ。無茶したらダメ。これ以上お葬式に出るつもりはないからね。いい、昔からの馴染みに会いたくなったらママウェルズがいることを忘れないで。先に連絡してくれれば特製のチラキレスを用意しておくから。分かった。食い立て。ビー、今夜はキャンプまで帰れそうにない。砂嵐が近づいてて、ここでやり過ごすことにしたんだ。一応伝えとこうと思って。そのほら、前も一度こっちの都合でドタキャンしたことがあったからさ。リーダーがこんなに難しいとはね。見てるのとやるのとじゃ大違い。ビー、あんたがいてくれて本当によかった。
私がどれだけ救われてるか言葉だけじゃ。行かなきゃ。埋め合わせは絶対するから約束する。よう、ブリー。たく、参ったぜ。あの襲撃のことを思い出すと未だに体が熱くなる。ノーマッドが荒坂に歯向かうなんてよ無謀もいいとこだ。自殺行為と言ってもいい。生きて帰れるかもわからなかったが、だがどうだ、俺たちは何とかやってのけた。そうだろう。それも全部フィーの活躍のおかげだ。行かれた奴らが大したもんだよ。パシフィカからアパラチア山脈までその名を轟かせたな。これから何をどうする気かを知らないが、お前が望むなら俺たちは地獄の果てまででも付き合ってやるよ。約束する。じゃあフィー、体を壊すなよ。フィー、さっき面白いことがあって。おい、また留守電か。お前、人からの電話に出たことないだろ。たっ、データタームのサポ線の方が繋がりやすいぞ。なんだった。ああ、そうそう、アスクラックスのマネージャーが連絡してきて、一緒にツアーしないかって言うんだ。最初は死んでもありえねえと思ってたが、考えてみたら意外と面白いかもな、なんて。だから今揉んでるとこだ。ま、近況はそんなところだ。お前にはどうでもいいか。時間あったら連絡くれよ。じゃあな。かつての侍は切腹の儀を執り行う前に自生録というものを残した。人生、そして死について最後の思いを込めた句だ。俺は先人の句をたくさん読んできた。中には美しいものもあったよ。だが俺は侍じゃない。簡単な言葉で別れを告げさせてもらう。地獄に落ちろ、クソ野郎。ペラレスだ。実はとても重要な話がある。まず誰にも聞かれない場所へ移動してくれ。妻のエリザベス、どうやらあいつも元からグルだったみたいなんだ。ビタミン剤だとか言って私によくわからない薬を飲ませようとしてくる。研究所で解析してもらった結果問題ないと言われたが、どうも信用できない。時間があるときに連絡をくれ。それとこのメッセージを削除しろ。いいな。B、さっきあなたのことを思い出してタロットをやってみたの。あなた自身を前にしないときちんと占えないのは分かってる。でも随分会えてないし、私もいろいろあったから。で、何を引いたと思う？戦車、恋人、太陽よ。バッドランズできっとこの先いい人生が待ってるわ。じゃあね、ピー、自由に生きて。